皆さんこんにちは、パースグローリーの太田光介です。今日は3月24日に行われるワールドカップ最終予選、日本対オーストラリアの試合について、僕たちのチームメイトでありキャプテンである、ブランドン・オニール選手と、対談する予定でしたが、彼が先日の試合で怪我をしてしまったので、僕一人でやらせていただきます。よろしくお願いします。オーストラリア代表、詳しくは分からないんですが、ここ最近勝ち点をこぼしている印象がありまして、逆に対照的に日本代表は今5連勝ですかね。とても調子がいいので、この一戦はとても大事になると思います。オーストラリアはホームとしての意地を見せなきゃいけないと思いますし、日本代表は、この試合勝ってワールドカップの出場権を獲得 しなきゃいけないと思うので、すごく重要な一戦だと思います。どっちも頑張ってください。いや、僕希望としてはそのピッチに立っていたいですね。まだまだチャンスあると思います。頑張ります。じゃじゃん、僕の注目選手はクリス・イコノミディス選手です。彼は昨シーズンまでパースグローリーで、長い時間活躍した選手で、今シーズンからメルボルンビクトリーに移籍しました。でオーストラリア代表歴もあって、まだまだ若いですし、この試合に招集されるかは分かりませんが、僕としては日本代表と戦ってほしいな、そして日本代表としては、注意すべき選手だと思います。注目です。そしてナイスガイ、いい人なんですね。はい、僕の予想スコアは1対1。日本は僕にとって出身の国でありますし、日本人でありますし、ただ今生活しているオーストラリアにも頑張ってほしい。この両国が試合するのはちょっと僕としては嫌だなと思うんですけども、ここは仲良く1対1で、終わってくれたらいいなと思います。とにかく楽しみにしています。頑張れ日本、頑張れオーストラリア。イエーイ。それではブランド・オニール選手の回答を見てみたいと思います。じゃじゃん、2対2。あ、そして注目選手は南野拓実選手、冨安健洋選手、古橋亨梧選手、まさに今ヨーロッパで活躍されている3人で、多分ここの下2人は今怪我で今回の試合出れないと思うんですが、今日本代表はとても若い選手が出てきてすごく勢いのある選手が多いので、オーストラリア代表は、注意すべきだと思います。そしてやっぱブランド・オニール選手、選手のピックアップがセンスいいですね。本当に注目すべき選手ですし、注意すべき選手でもあると思います。そして2対2、これも多分両国が仲良く試合を終えれるような、そんな気持ちもこもってるのかなと。でもオーストラリア代表も勝ち点3取らないと出場権取れないと思うので、難しいですが両国頑張ってください。僕もパースで頑張ります。今回はですね、日本対オーストラリアワールドカップ予選ということで、注目されていますが、この WA にはパースグローリーというサッカーチームがあります。まだまだ、認知されていないのかな、ちょっと寂しいなっていうところもありますので、僕が日本人としての価値をプレーで、ピッチの上で示していきたいと思います。ぜひ皆さんにも、興味を持っていただいて、そしてスタジアムにも足を運んでいただけるよう頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。スポーツの力で、サッカーの力で、パースを、そして WA を盛り上げていきましょう。そして最後に日本対オーストラリア、両国頑張ってください。 All the best!